はい、本日はですね、マウンテンダウンジャケットを、手洗いで洗濯してみたいなというふうに思います。前回ですね、バルトロを手洗いしてみたっていう動画が、まあ、好評いただいてて、まあ、違うダウンジャケットも洗ってほしいっていうことやったんで、この手洗いっていうのは生地とかダウンの成分とかによってちょっと微妙に注意点が変わってくるので、まあ、今回はノースフェイスの人気のアイテムのマウンテンダウンジャケットの手洗い動画を撮ってみたいなと思います。で、前回のバルトロの洗濯動画については下の動画説明欄に、まあ、貼ってますので、興味ある方は見てもらえればなと思いますが、一応洗う手順としてはそんなに大きく違いっていうのはないんですが、注意点っていうのがあるので、まずそこを説明してから実演していきたいなというふうに思います。で、まず一つ目がですね、羽を折るという作業になってるんですけども、この羽を折るっていう作業がですね、非常に大事で、このマウンテンダウンジャケットの場合はこのダウンの中に入ってる綿と羽の割合が、少し羽の割合が多いので、この羽をしっかり折ってあげるというのが非常に大事になってて、まあ、これを折ってあげることによってダウンに穴が開かないので、洗濯中とかにやっぱり穴が開いちゃう危険性があるので、まあ、それを防ぐためにしっかり羽を折る。で、まあ、これが重要になってまして、後で映像で、ご紹介はしてるんですけども、まあ、これが一つ目の注意点ということになります。で、二つ目がですね、洗濯表記のタグを見るっていうことなんですけど、まあ、ダウンジャケットって結構制限がいろいろ多いので、タグをしっかり確認して、一つ一つジャケットの洗い方が違うので、まあ、タグをまず確認するっていうことになってて、まあ、このタグに関してはそんなに大きくバルトロとは違わないんですけども、タグを確認。で、三つ目っていうのが、これが部分洗いになってるんですが、まあ、これはですね、首元とか、あと袖口とかの汚れた皮脂とかっていうのをしっかり取っていくっていう工程になってて、まあ、これをおろそかにしちゃうと、汚れが残ってたりとか、まあ、色の変色が取れなかったりとかっていう風になるので、まあ、ここは結構丁寧に洗っていく必要があるんかなというふうには思います。で、ちなみにこの際にシミ抜きとか使う方もいらっしゃるんですけど、一応ゴアテックスの公式の文ではシミ抜きとか、あと粉洗剤とかっていうのは使わないでくださいというふうに書いてるので、まああまり使わない方がいいんじゃないかなというふうには思います。ちなみに粉洗剤使わない理由は、表面に洗剤が残りやすいっていう理由が一つなんですけど、シミ抜きを使わへん理由としては、シミ抜きの薬品ってものすごい薬品の、まあ、濃度がきついので、生地を傷めてしまうっていう可能性があるので、あまりシミ抜きはお勧めされてなくて、まあ、クリーニングのシミ抜きとかも同じになってるので、まあ、あまりシミ抜きは使わない方がいいんじゃないかなと思います。まあ、他には柔軟剤とか、あと漂白剤とかも使わない方がいいというふうに表記されてます。そして4つ目がですね、全体のもみ洗いになってるんですけど、これはちょっと注意点があってですね、ゴアテックスっていう防水の生地を使用してるので、もみ洗いが結構難しくて、前回バルトロではですね、最初は撥水があるんですが、ずっとつけてれば水が浸透していくんですけども、このゴアテックスはずっとつけてても防水なので、なかなか浸透しづらいっていうのがあるので、まあ、例えば一つ工夫としては、服を裏返してあげて洗ってあげたり、その中のナイロンに水が当たるようにしてあげれば、まあ、問題ないかなと思います。で、この全体のもみ洗いで、この中に溜まったダウンの、まあ、ホコリとか、あと、まあ、匂い、居酒屋とか、タバコとか、香水とか、いろんな匂い、あと、皮脂とかもあると思うんですけど、そういうのを浮かしていくっていう作業になっているので、まあ、この工程は、あんまり洗ってない方は、長くつけ置きされた方がいいと思いますし、まあ、頻繁に洗ってはる方とかは、別にそんなにつけ置きはいらないかなとは思うんですが、一応、まあ、このもみ洗いがある。そして次がですね、洗濯機に入れるんですが、まあ、この際重要なのが、すすぎのみということになっててですね、ゴアテックスっていうのは、まあ、防水のジャケットっていうのはさっき言ったんですけども、このすすぎのみにする理由っていうのがですね、まずすすぎでしっかり洗剤を落とすっていうのは、これは重要なので、すすぎを2回したりするんですけども、その後に脱水は行わないというのも重要になってて、ゴアテックスの公式の文でも脱水は行わない、括弧もし行う場合は短時間でというふうに書いているので、まあ、基本的には脱水は行わない方がいいと思いますので、すすぎが終わったらタオルなどでくるんで水気を取っていくという工程になります。で、その後はですね、日陰で干していくっていう工程になるんですが、まあ、この日陰で干す理由としても、日が直接当たるとナイロンって色の変化しちゃうので、日陰で極力干していって、風通しのいいところで干していくっていうことになってて、まあ、僕はだいたい3日とか2日間ぐらい干して完全に乾かせるようにしてるんですけども、まあ、人によったらそんな時間がないっていう方は、例えば浴室乾燥機を使って、まあ、早めに乾燥させちゃうっていうのも手かなと思うので、まあ、とにかく完全に乾かすっていうことが大事なので、まあ、完全に乾かすのを意識するというふうにして、まあ、僕は一応3日間ぐらい置く。
まあ、2日間か3日間ぐらい僕は置いてます。まあ、その際にですね、撥水効果を取り戻す必要が、このジャケットは必要なので、まあ、その工程として撥水剤をつけるんですけども、その撥水剤っていうのは、スプレータイプの撥水剤を使うようにしてて、まあ、今回液体を使わない理由としては、液体は中のダウンのかさ高にちょっと影響するかなと思いまして、洗剤はあまり使わないようにして、あえてスプレーを使ってるという感じになってます。そして最後はですね、ふかふかにする工程として乾燥機に掘り込むってことで、まあ、乾燥機は僕行ってるところが100円で10分なので、100円で10分、10分間乾燥させて、まあ、その時にテニスボールを掘り込んで、まあ、よりふかふかに仕上げるという感じになってます。ではですね、以上の工程を実演していきたいなと思いますので、そちらの様子をどうぞ。はい、それでは実演見ていきたいなと思います。まずですね、ダウンジャケットを、傘高見ていきたいなと思いますが、だいたい8センチぐらいですかね、傘高が8センチぐらい で、先ほど言ってたみたいに1番の工程からまず羽を折っていくという工程になります。これは丸めてるんですが、まあ、本来はあんまり丸めない方がよくて、ぐしゃーっと潰すような感じで、どんどん羽を折っていくっていうのが好ましいかなというふうには思います。やっぱり丸めていくと空気がパンって破裂する可能性があるので。で、なぜってことなんですが、まあ、このように羽って尖ってるので、その中のナイロンを突き刺して破ってくる可能性があるなんだので、これを丸めていくっていう作業で潰していくんですが、こういうふうに丸めていけば全然尖らないので、落ちましたね、尖らないので、こうなれば安心になって穴が開かないので、こういう感じで揉み込んで潰していく、どんどん羽を、別に潰すことは何の問題はないので、羽を潰していってあげる。で、羽があるっていうのは、まあ、なんでなのかっていうと、まあ、羽があることによってダウンの形っていうのが整えられるので、あえて入れられてるんですけども、まあ、この場合形をそのまま残して洗っちゃうと破れる危険性とか穴が開く危険性があるので、もうこんな感じでガンガン羽を潰していってあげるっていうことになってて、これは正直洗う以外にも購入して僕はすぐやるようにしてて、購入してすぐこの羽を折ってあげることで、ダウンの抜けっていうのが減るので、まあ、極力こういうような感じで、ダウンの羽を折っていきます。で、次はですね、すいません、こういう裏がありました。次はですね、タグを確認していくんですが、こちらはクリーニング×という表記になってますので、ドライクリーニングは対応していないということになってて、ウェットクリーニングは対応しているので、またそれは後で言うんですが、その他の表記では、手洗いとか、濡れたまま干してくださいとかっていうのは表記されてて、水温は40度以下ですよということがあって、で、熱処理したい方はアイロン表記は一応×になっているので、まあ乾燥機などで熱処理をしていくということになっております。で、これウェットクリーニングは対応しているので、クリーニングに出す際はウェットクリーニングで出してください。で、手洗いしていくんですが、これまず部分洗い、首元とか袖とかの汚れた部分っていうのは、見た目ではそんなに汚れてなくても、必ず皮脂が溜まってるので、まあそれをスポンジなどで綺麗に落としていく。まあ要は落とすというよりかは、ちょっとイメージとしては皮脂を浮かしていくというイメージなんですが、まあこんな感じでやっていくということになってます。で、ちなみにこのように洗剤の有無は自由になっているので、別に使いたいときは使ったらいいと思いますし、使わんでいいなと思うときは水だけで、こういう感じでスポンジで浮かしていくというような感じになっております。で、まあ、ここにも書いてあるんですが、この工程を行うと皮脂が残ったままになるので、ナイロンって一度皮脂が残ると色落ちがめちゃくちゃしづらいので、なかなか落としにくいので、この早い段階で落としてあげるという感じになってます。次はダウン専用のクリーナーを使っていきます。ちなみに市販の洗剤はですね、ダウンの傘高が小さくなる可能性があるので、僕は使いません。なので、ダウン専用の洗剤を使うようにしております。で、このように、1着につきキャップ1杯っていうのを入れて回していくって感じで、まあ、ボトルで1000円ぐらいなんで、まあ、そんなに高いもんじゃないんかなと、キャップ1杯分だけなんで、だいたい6着、7着ぐらい笑えると思いますので、はい。まあ、1回につき100何円ぐらいですかね、200円ぐらいですかねっていう感じかなと思います。で、まあ、最初言ってたみたいに完全防水なので染み込みづらいということになっているので、こうやって、途中からこれジッパー外して裏返したりして染み込ませてるんですが、まあ、こんな感じで極力ナイロンのその中のダウンに、洗剤を与えてあげるようなイメージで、表面だけじゃなくて中のダウンに、洗剤が行き渡るようにしっかり揉み込んでいくというような流れになっております。はい。で、まあこういう時ですね、持ち上げる時気をつけてほしいんですが、外の表面は強いんですけど中のナイロンは弱いので、ガッと引っ張っていくと破れたりする可能性があるので気をつけてください。まあ、こんな感じで泡が浮いてているので、まあ、ちょっと汚れは落ちてるんじゃないかなと思います。で、この後はですね、ネットに入れてすすぎをしていくんですが、もう洗濯機に入れる際は必ずネットに入れるっていう風にしております。じゃないと袖とかが巻き込んで遠心力で破れたりする可能性があるので、生地が破れたりする可能性があるので、ネットに入れます。で、ネットのすすぎは2回行って完全に洗剤を落とすようにしてください。洗剤が残ってるとどうしても生地の上に洗剤が乗っちゃうので機能が低下してしまうことになるので、
気をつけてください。で、脱水が NG ってことになってるんですが、その際はこういうふうにタオル、バスタオルなどを用意して、このびちょびちょのダウンジャケットを拭いていってあげるっていうようなイメージで僕は水気を取っております。でちなみにこの際は1枚 の, あのバスタオルでは全然取れないので、もう何枚も使ってきれいにしていくっていうことになってるので、まあ、ちょっとゴアテックスのダウンジャケットはめんどくさいんですが、脱水にかけちゃうと、あの水が通らない分袖が絡まったりとか生地を傷めたりとか、最悪の場合生地が裂ける可能性があるので、まあ、脱水をするなら短時間で脱水はしない方がいいというふうに書いてるので、まあ、僕はこんな感じで絞っていってます。でまあこんな感じで何回もしたらちょっとずつ水気がなくなってくるので、でようやく干していくという流れになるんですが、その際は、先ほども言いましたが日陰で干すようにしてます。でなぜかというと変色がするため。でこの時にですね、ダウンを散らしてあげるので、パタ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 してあげてダウンを散らしてあげます。でこの洗剤はですね、ちょっとボンド臭がするので、まあ、外でやるようにしてください。部屋の中でしちゃうとちょっとボンド臭が結構する感じになってますので、乾くと匂いはないんですが、振ってる最中は結構臭いので、まあ、外とかベランダでやるようにした方がいいかなというふうに思います。はい、というふうに、まあ、こんな感じでまんべんなく均等に振っていって、まあ、振りすぎた場合は白い液体、粒状の液になるので、白くなった時はタオルで拭いてあげれば問題ないので、まあ、こんな感じで振っていきますと。で次はですね、干していくんですが、まあ、この際気をつけることっていうのは、重力がかかってダウンが肩に寄らないように平行にあえてかけてます。肩でかけちゃうと下にダウンが傾いちゃうので、まあ、極力平行に置くようにしております。で2日間かけて完全に乾かしていくという流れになって、次は乾燥機で仕上げていくんですが、まあ、こんな感じで乾いてもペタペタのこのダウンジャケットがあると思うので、後で見てもらいたいんですが、まあ、これを洋服だけじゃなくてテニスボールも一緒に入れていくっていうのが重要になっております。で 1,2,3 と玉を入れて、で10分間の、乾燥をスタートさせるという感じになってるんですが、この際ですね、まあ乾燥っていうのはだいたい10分前後あれば、別に9分であろうが8分であろうが問題ないかなというふうに思うので、まあ、僕のところはたまたま10分なら10分やってるという感じで、でテニスボールがですねダウンジャケットに当たってしっかりダウンを散らしてくれるので、もう均等にふかふかに出来上がるので、まあ、このテニスボールは結構重要かなというふうに思います。まあ、この上はバルトロの時にも言いましたが、まあ、重要かなと思います。でまあこんな感じでふかふかのダウンジャケットが完成して、この横の線が見えるぐらい浮き出てくるぐらいダウンがふかふかに、まあ、完成したんじゃないかなというふうには思います。まあ、こんな感じですね。で最初と比べてみるとですね、実はですね傘高っていうのはそんな変わらないんですね。これなんでかっていうと、外の生地が硬いのであんまりわからないんですが、この中を見てもらったらわかるんですが、まあ、あんだけペタンコやったダウンっていうのがしっかりふかふかに戻ってると。でこれは中央だけじゃなくて横側も全部そうで、しっかり傘高がふかふかに戻ってるっていうのが、乾燥機で仕上げた後というふうになっております。で撥水の方を見てもらいたいんですけども、撥水がですね、まあ、こんな感じで水をちょっと当てていくんですが、こうやって水を当てていってもしっかりもともと防水なので中に水は入らないのは当然なんですけども、撥水っていうのはやっぱり洗わないとどんどん落ちていって水が浮かなくなってくるので、まあ、こうやって水が浮くことによって見た目も綺麗ですし、まあ、それ以上に機能性も高まるので、極力こういうふうにスプレーを振ってあげたりとか、あと最後の乾燥機が重要で、乾燥機で熱を与えてあげることによってこの撥水がより復活する。だからスプレーと熱処理でよりこの撥水性を復活させるために、まあ、スプレーの撥水剤と乾燥機っていうのは欠かせない工程となっているので、このゴアテックスにおいてはこの2つは重要じゃないかなというふうには思います。という感じでこんな感じで綺麗に撥水できております。はい、という感じでですね、まあ、出来上がったんですけども、これが出来上がりになってるんですが、まあ、最初に見たように注意点は何個かあるんですが、まあ、ちょっと出来上がりをまずパッと見てもらうと、こんな感じでもうダウンがパンパンに膨らんでるように仕上がってて、あんだけペタンコで濡れたとペチャペチャやったのが嘘みたいに復活してるという感じにはなってます。でですね、やっぱり羽を折るっていうのは結構大事な作業になってて、これできれば購入した際にすぐに羽を折ってあげた方がいいかなと思いますし、このダウンに関しては配合が 80% ダウンで 20% がフェザー羽になってるんですが、 20% もあればしっかり折っといた方がいいなというふうに思いますし、まあ、その割合が30、40、50と羽が多くなればなるほど抜け毛とか、その中からダウンが
突き抜けてくることが多くなるので、もう最初から潰してあげるっていうのは結構重要かなというふうに思います。でゴアテックスのダウンジャケットに関してはですね、新しい古い関係なくやっぱり防水なので脱水っていうのはあんまり行わない方が、まあ、個人的にはいいかなと思いますし、もし仮にするのであれば、まあ、短時間であればいいって書いてたんですが、まあ、僕はちょっと怖くて用しないっていう感じになってて、まあ、タオルでしっかり水分を拭いて取ってあげて、あとは日陰でしっかり乾かしてあげて乾燥機で仕上げるっていう工程を踏めば、まあ、特に問題はないんかなと思いますので、まあ、あとは皆さん自己責任でやってもらえればいいかなと思いますが、まあ、脱水の工程ってどうしてもこう水を抜きながら回していくので水が抜かれないというか通らないので、まあ、それでどうしても引っかかったりしやすいっていう特徴がゴアテックスにはありますので、まあ、脱水は省いた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、このようにですね、ダウンジャケットによって洗い方ってやっぱ微妙にちょっと異なってきて、例えばこういった撥水剤とかも何にでもつくっていうわけじゃなくて、これ天然繊維にはつかないっていう特徴があったりするので、一つ一つ注意点とかは結構違ったりはするんですけど、まあ、今回マウンテンダウンに関しては、まあ、こういう感じで洗っておけば問題ないんじゃないかなというふうに思います。でちなみに洗剤とかは動画説明欄の方に貼っときますので、まあ、興味ある方は見てみてください。まあ、別に違うダウンの洗剤でも問題ないかなと思いますし、違うタイプの撥水剤のスプレーとかもあるので、まあ、ご自身に合う洗剤とかがいいんかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、バルトロとマウンテンダウンと結構がっつりアウターを、まあ、今回2回洗ってきたんですが、まあ、次回はですねこういうちょっと薄いライトダウン、まあ、このジャケットをちょっと洗っていこうと思ってるんですが、こういう薄手のインナーダウンとかの、まあ、僕の洗い方を紹介していきたいなと思います。これはちょっと生地がちょっと弱いのでまたちょっと注意点が違うんですが、まあ、それも動画にしていきたいなと思います。ではですね、本日は、マウンテンダウンジャケットを選択してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。